細胞生物学です細胞は生命の構造上の単位で全ての生物は細胞からできています生命の基本単位である細胞についてその構造と機能に関する知識を身につけるのが細胞生物学で生物を理解する上で最も重要な学問の一つです 細胞の大きさというのは1000分の1ト、mm、ルから数十分の1ト、mm、ルと非常に小さいので直接見たり触ったりすることはできませんそういった非常に小さな細胞を見ることができるようになったのは16世紀の終わりごろ光学顕微鏡が発明され初めて細胞が観察されるようになっていますそれが細胞生物学の始まりでその後科学技術の進歩とともに 電子顕微鏡や蛍光顕微鏡といった装置が開発されるようになり光学的に直接観察できないような微細な構造あるいはたくさんある分子の中から特定の構成分子の極材あるいは動きそういったものが明らかになってくるようになりました。また一方で生化学分子生物学といった学問が進歩することによって 細胞を構成している分子の種類であったりその科学的な性質個々の分子がどのような働きをしているのかといったことが分子レベルでも明らかになってきましたこのように細胞に関する知見というものは毎年幾千もの論文で発表されその内容は日々書き足されています。 大学で学ぶ細胞生物学という,細胞生物学というのは最新の技術機器類そういったものを用いて得られた最新の知見に基づいて細胞を構成する分子の構造あるいは機能そういったものの相関細胞とその周辺環境との相互作用細胞の中に存在する細胞小器官といわれる構造体の動的な性質そういったものを そういったものに関する最新の知見を理解することを目指しています高校まででは生物学というものは先人たち昔の人たちが明らかにしてきた知見をそういったものの中から基本的なことを学習してきました大学ではそういった先人たちの得た知識知見をより詳細に学習する とともに将来的には自ら未知なるものを解明していくそういったことができるような物事の考え方あるいは研究の進め方も勉強していきますぜひ大学で細胞生物学を勉強しましょう